ちらが日本最大の湖琵琶湖でございます。あちらに見えておりますのが宿部島、そしてその向こう側の三角形の山が琵琶湖富士でございます。ちょっとちょっと、ここ琵琶湖じゃないの、浜名湖よ。あ、いけない、あれやだ、私琵琶湖の方間違えたことしちゃって。そうなんですね。早く行きましょう行きましょう。というわけで今日はタエちゃんと私がここ浜名湖へ来てるの。何しに来たかって、それは決まってますよ、お仕事ですよ。本当はね、私たち来るはずじゃなかったんだけど、ここに来ている花江先輩とスーちゃんが急病になったっていうんで、急に交代命じられてすっとってきたっていうわけなの。何をもたもたグズグズしてんの。さあ早く早く早く。分かった、じゃあうるさいから行くわね。指輪でございますか。うん、どうだったっけな。めんどくせえ。全部これ全部。は？全部。なんだ、あのバカ。びっくりさせないでくださいよ。どうだったんだよ。まさかつけられたりしないだろうね。あんなヘナチョウ刑事に捕まるようなこのサムちゃんじゃありませんぜ。ところで例のダイヤは大丈夫なんだろうね。ああ任しとけ。この中に。おい、あったかい。ないわよ。みんなおもちゃばっかりじゃないのさ。おい、そんなバカな。どうしてよ。それで全部なんだよ。お前さん、どうするんだよ。せっかく盗み出してきたっていうのに、あの指輪だよ、1000万盗んだ、1000万。もっとちゃんと探してたよ。ちょっと、いつまで探してたよ。ほら、シャツじゃないのよ、これ。腹巻き、探して腹巻き。ないわ、ないです、まされない、ズボン。ズボン、ズボン、脱ぎなさい、ズボン。いや、恥ずかしいよ。恥ずかしいなんて誰も見てしないじゃない。あー、あったじゃない、この手絞って、本当に涙が出てる。あった指輪。シャツもないです、まされないのよ。派手なパンツ履いてるなんて、ほら。返品。ああ、これ引き取ってもらえてんだ。これを全部ですか。いや頼むよ。こっちだって宝石あるつもりでこれ買ったわけじゃねえんだよ。それは困りますな。こっちだって困んだよ。お前は引き取りなさいよ。ねえ、ご主人。そんな堅いこと言わないでしょ。ね、こいつが来るちょっと前にね、同じ指輪買ってた人いるでしょ。教えて。ねえ。この人が来るちょっと前。ええ。あ、おりました。え、いた。二人連れのバスガイドですが。仲間の者が来ているはずなんです。はい、一人は小原鈴代と申しまして、非常によく食べる子でして、一人は花江先輩と言いまして、非常にいやはなやつなんです。ちょっとあんたたち、これは坂口の先輩。今自分まで
一体どこをうろうろしてたんですか。だから早く行くっつったのに。あ、花先輩はご病気じゃなかったんですか。病気、私が。はい、確か主任さんからそう聞いて。冗談じゃありませんよ。私はこの通りピンピンしてます。そうですよね、私もどうも話を聞いておかしいと思ったんですよ。風邪もひかないってぐらいだからね。うるさい川村さん、あなたは私と一緒にすぐに仕事に行きますよ。じゃあ私も。あなたはお部屋行って小原さんの看病でもしてなさい。やっぱし鈴江ちゃん病気。そうです、ゆうべフルコース3人前食べてお腹壊したんですよ。ちょっと待ってよ。どうぞ。すんちゃん、なあ、あんたははるかちゃんか。あなた、どこにいたの。私の代わりの人ってあなた。あ、そうよ、私とたえちゃん二人も。そうだね、どういう手違いか二人来ちゃったのよ。で、たえちゃんどこ行ったの。うん、あなたの代わりにね、花屋先輩と一緒に出かけたよ。なんだ、出かけたのか。せっかくこんな素晴らしいところに来てさ、お天気だってこんなにいいのにさ、こんなところで一人で寝てるなんてさ。あなた、病気じゃなかったの。冗談じゃないわ、私が3人前の食事くらいでさ、お腹壊すわけないでしょ。うん、花屋先輩は代わりにすぐ呼んじゃったでしょ。だから、今更良くなったとも言えないしさ、しょうがないのよ。ああ、そうでよかった。ね、二人でうなぎでも食べに行かない。うなぎ、うん、いいわね。朝から何も食べてないのよ、お腹ペコペコ。どうもありがとう。ああ、どうだった201号室よ。よし、早速やる。バカ、そんなこと言って騒ぎ起こさず大変だろ。いいわね、私が何とかしてね、あの子たちに近づくから。お前さんは来たか。おとなしくしてんだよ、私は行くからね。どう、私がしてるととても200円には見えないわよね。まるで本物のダイヤみたい。ちょっとした貴婦人ね。冗談じゃないわよ、あなたが本物のダイヤなんかしてるわけないでしょ。ボーイさんかな。どうぞ。ちょっと、あなた誰。どうしたの。追われてるの。追われてる、うん、誰に。そうそうそうなのよ。しかもね、悪い男の人に追われてるの私。まあ素敵な指輪ですか。あ、これね、ただのガラス玉なの。そんなことない。あ、どこ行くの。ちょっと様子を見てくる。よした方がいいよ。大丈夫よ、こういうことには慣れてるんだから。だいたいね、女を悪い男が追う、これはね、何回も何回も映画で見たのよ。いた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 。兄ちゃんの悪いのは誰。確かにも。ああ、どうしようどうしようどうしたらいい。あそこ、ここだけ。はーい、失礼します。あなた、どなた様って。あの、失礼ですが、こちらはあなた方お二人だけの部屋ですか。そうよね。あの、お二人だけ。そうよ、ベッドだってツインだもん。あ、ツインって何ですか。ツインって2つ。女の子はのお部屋に男が2人、女の子はのお部屋に男が2人。エッチ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 。お二人ともお上手でしこと。失礼します。あー、びっくりこいた。あー、びっくりした。早く早く。
ないでしょ、ねえ、早く一緒に出てくださいちょっとほら、早く一緒にいてあげて。走るわけにもいかんしな。指輪どうした？それがね、なかなかね、指から抜けないのよ。え？まあ、せっかく200円が1000円になるとこなのよ。せーの、よいしょ。あ、入った。あ、ないわ。取れた？え？私もないわよ。え？どう、抜けましたの？抜けたんだけど、どっか行っちゃったの。え？そんなバカな。指輪、どこよ。おい、何してんだよ、おい。1000万なんだよ。じゃあ1000万。200円。じゃあ1000万。200円。
や、200円なんだよ。いや、200円だ。いや、200円なんだよ。いやいや、あのね、明日ね、このタブって呼んでたまえです。うちの運転手なのよ。そうなんです、あの、トラックの運転手なの。違うわよ、時間よしよ。ベンツね、それも。あっ来てー来てー来てー逃げるか、逃げるか、指輪。あったやれなくてならね。そうですね。反対だ。主任、帽子が落ちました。主任、帽子。バカ。こうやって押さえて走る。
そんなもの忘れろ。はい、このバカ何してんだよ。ちょっと何してんの、早く来て。指輪、指輪がなくなっちゃった。指輪、もうノー。どうしたって、どのぐらいの指輪が。私嫌いなの、これ。ちょっと来たわよ、来たわよ。おい、誰で来たって。あなた方は民間人として宝石強盗一味の逮捕に協力、こうありと認められたので、これを表彰する。代表、青山遥殿。はい、いいんでしょうか。どうぞ。いいんですか。本当に人に褒められるなんて、本当初めてだから戸惑っちゃって。